さあ、SNS でよく見かける時短レシピなんですけれど、皆さん気になってよく利用されてるなんて方もいらっしゃるかもしれないですね。今日は先日レシピ本を発売した人気料理家、インスタグラムやテレビでもおなじみのにじままさんに、あっと驚く簡単ワンパンレシピ教えてもらいました。ご無沙汰してました。あ、こんにちは、石井さん、お久しぶりです。嬉しいです。新しくまた本を出されたそうですね。究極ズボラおかず2ということで出させていただきました。今回のテーマといいますか、どんなメニューが載ってるんですか？はい、ワンパンで洗い物少なく簡単に作れる料理を118レシピでお届けしております。あ、そうなんですか。皆さんもぜひチャレンジしてもらいたいですよね。ぜひチャレンジしてもらいたいです。はい、今日はよろしくお願いいたします。さあ、今回はですね、にじままさんの持つワンパンレシピの中でも特に人気のものをご紹介します。まずはこちらです。お餅、まずはあのお餅を使ったレシピですね。はい、お餅です。お餅ですか。お餅といえば、はい、やっぱりお正月にちょっと食べきれなくて残っちゃったなんていうところもありますよね。そうですね。さあ、お餅がなんとピザになるっていうんですよね。どんな風に変化するんでしょうか。今回はハーフ&ハーフのピザを作ります。用意するのはこちらの材料です。お餅の他はチーズ、生ハム、調味料、これらをフライパンだけを使って作ります。油を薄く引いてください。はい、フライパンにまず火つけてないですけど油を、はい、お餅をフライパンにね、適当に並べてください。適当でいいんですね。少しお水を入れて。お水、はい、お水を入れるんだ。はい、はい、まだ火つけてませんよ皆さん。はい、はい、そしてで、蓋をして、はい、蓋をして、はい、火にかけてください。火にかける。これ、はい、あとはほっとけばいいんでしょうか。はい、お餅勝手に溶けていくので、はい、何もないです。ちなみに去年からオンラインで料理教室を始めたというにじまま。お餅が溶けるのを待つ間、いろいろお話を伺いましたよ。レシピに変えてない部分、例えば、考え方とか、ちょっとしたコツとか、気にしなくていい部分と、ここは気にした方がいい部分っていうのが、メリハリ持って伝えられるようになったっていうのが。あ、なるほど。さあ、そして火をつけてから8分ほど、お餅の様子は、はい、あ、なんかこんな感じになりましたけど、だいぶいい感じです。面白いですね。あとは盛り付けなんですけど、お餅の半分にニンニクとケチャップを混ぜたソースを塗って、チーズ、生ハムを並べます。もう半分にはバター、蜂蜜、クリームチーズを乗せます。餅ピザの完成です。お、パリパリ中もち、かすかなニンニクがイタリアンって感じをね、醸し出してる。そしてこれ、軽いかもね、お餅の方が。この蜂蜜とクリームチーズとバター、うん、おいしい。餅にバターとかチーズなんてと思ったけど、めっちゃ合いますねこれ。さあ、続いての人気ワンパンレシピは、次はお魚ナゲットです。ああ、え、ナゲット。さあ、この後はですね、フライパン一つでできちゃう超簡単、タラを使った激うまナゲットです。続いてはですね、魚使います。お魚ナゲットなんですけど、材料これだけなんですが、今回タラを使っていますが、カレイなどの白身魚でも OK ですよ。まずはお魚に塩コショウしながら魚をフライパンで焼きます。で、皮を取ります。で、骨も取ります。ちょっと崩しながら、骨があったらちょっと取りましょう。さあ、ここからですね、ナゲットになっていくのはね、そこのね、残りの材料を全部フライパンに入れちゃいましょう。さあ、まず皆さんフライパンの火を止めます。その状態で今度フライパンがボウルに早変わりするわけですね。全て入れます。シソもこれね、ハサミで切るだけで、この中で混ぜます。火は消えてますよ。でもこれがナゲットになるの？フライパンの端に一回生地を寄せて、生地を寄せる、はい、フライパンの縁を使って、はい、プリッと、あ、なるほど、こういうことですか？そうそう、あ、そうです、プリッとして、うん、あ、そうです、で、空いてるスペースに
こういう感じね。はい、あ、いいですね。いい感じです。こういうことだ。次は油を、はい、ナゲットの隙間からパラーっと入れてほしいんですけど、ここに少しでいいですか。ちょっと多めに揚げ焼きっぽくしますので、ちょっとこんな感じ、こんな感じ。あ、もう一切合切、何にも汚してない。これしか汚れてないか。やんちゃだなとちょっと思ったんですけど、いい、すごく理にかなってますよね。あ、これいいか、これいい感じ。あ、これいい感じ、これ。あら、美味しそう、美味しそう。そう、あっという間に出来上がっちゃうんですよね。あとはね、マヨネーズとケチャップを混ぜただけのオーロラソースで食べます。お魚の、ナゲット完成でございます。にじままさん、ありがとうございます。ふわふわで、なんかちゃんとタラのね、このうまみというか、このふくよかな感じもね、あの、しっかり伝わってきますし、うちの息子もね、好きなんですよ、これ。絶対好きだと思います。これお弁当のおかずとかにもいいですね。確かに。さあ、皆さん、続いてはですね、超簡単革命的なメンチカツ。次は超大人気レシピ、メンチカツいきましょう。やった、メンチカツ。でもメンチカツって結構大変じゃないですか。こねて、あの、卵つけて、小麦粉つけて、パン粉つけてって。そう、気絶しそうでしょ。考えただけ、はい、考えただけで気絶しそうです。さあ、皆さん大丈夫です。材料は豚肉、キャベツ、卵、あとは調味料を用意してくださいよ。普通ならね、衣作りに欠かせない小麦粉とかがね、見当たりませんよね。さあ、まずはキャベツを、これハンドチョッパーなどで、みじん切りにいたします。まあ、包丁使いません。そして袋の中にそれを入れ、牛乳、パン粉を入れてもみもみして、あとはお肉も入れて、カレー粉なんかも全部入れてもみもみします。そして8等分になるように印つけときます。じゃあ次、はい、フライパンの方に、はい、油も何も敷かずに、はい、パン粉をバサッと入れてください。こんな感じ。はい、はい、いい感じです。はい、ここに、はい、はい、次思いっきり、はい、ここに肉をバンと、はい、肉をこうやって。マジで、はい、あ、上手上手、いったいった、上手、やった、ありがとうございます。それで上からまたパン粉をサラサラっと、はい、サラサラっと、意味わかんないですね。して、はい、で、はい、8個の丸にこうちょっと成形してください。すごい、パン粉が下に引いてあるからくっつかない。そっかそっか。これこんな綺麗に。さあ、もうあとはですね、油を入れて揚げ焼きするだけ。わあ、美味しそう。わあ、これ。うわあ、自分で作ったと、初めて作りましたよ、これ。大成功じゃないですか。大成功でいい感じですよ、これ。ほら。そう。うまっ。ほんとジューシー。外カリッカリなんですよ。で、中のキャベツもシャキシャキなんですよ。これ最高じゃないですか。にじままのレシピって、なんか家にある調味料ばかり出てくる感じがするんですけど、なんかね、あの、 SNS でレシピ探してる方は、今日作るもの何作ろうっていうのを一生懸命探してるんですよ。そうですよね。そう、だからなるべくお家にあるものでレシピを考えてるんですけど、これからも我々をちょっと勇気づけるような、そんなレシピをいっぱい考えてくださいね。どうもありがとうございました。ありがとうございます。